もヤマビです。浜貝です。たまたです。始まり方、しっくりこないですね。最初の挨拶をバシッと決めて客に入りたい。そうですね。新しいの考えますか。考えよう。考えよう。はい。先生。はい、どうぞ。どうも、若槻です。え？そのまんまで。そのまんまで勝負だよ。素材で勝負だよ。ヤマビさん、今までのがダメだから変えようねって話になってるんです。全然気が無視されたら困るんで、そういうちゃんと考えて発言してください。全然考えてないじゃないですか。ちゃんと考えて発言しないとちょっとみんなに迷惑なんで、そういうのやめてください。じゃあいいっすか。お、今度言ってみろ。迷ったら3番にマークしろ。若槻 TV です。これどうでしょう。逆か。俺2番だからプラスあれだね、あだ名をつけますか。急にあだ名を考えましょう。よし、あだ名考えましょう。正式なあだ名ね。はい。お、早いですね。何でも早い。俺は B 山で、山美やから。そう、山美だから B 山ね。彼女からはちなみに何て言われてるんですか。彼女からは普通に、いや、たけるだよ。たける。え、ともくんとか。ああ、もうもろそれです。ともくんでいいじゃないですか。ともくんでいきましょう。ゲスって呼んでるでしょ俺いつも。だってゲスでいいよ。ともくんじゃなく、いや、ゲスの方がいいでしょ。ともくんって呼びたいよ。ともくんって呼びたい。呼びたいってなんだよ。呼びたいっておかしいでしょ。男から呼ばれたくないもん。彼女から呼ばれてる名前ってやっぱ一番親しみやすい名前やから。ともくんって呼びたい。やだ、ともくんいいでしょ。ともくんでともくんって呼ばせてや。だってそんな嫌がらんでもええやん。ともくんって呼ばせてよ。お金あったらいいよ。お金、お金や。考えてんじゃねえよ。プラス。じゃあ次、高田くんのあだ名も。僕名前が高田文弘っていうんですよ。名前ともくんで。いやいや、おかしいでしょ。なんで高田文弘ないでしょ。いやいや、どんだけともくん好きなんだよ。ともくん呼ばれたいもん。お前がともくんだったら俺なんて呼ばれるの。ともくん。いや、おかしい、おかしい。どっちもともくんや。じゃあ俺もともくんがいい。なんでやねん。いいから顔面セクハラとか書かれて、将来犯罪を犯すとかね。そうそういうの書かれてましたけど。今までのね、コラボとかでもいろんな呼ばれ方してたもんね。そういうのも振り返りたい。お、プーさん、ユンちゃんとのコラボの時に、そういや、なんかずるかったよねこいつ。あれ可愛い呼び名だなって思った。プーさんもさ、なんかプーさんじゃなくてプーさんがいいね。ちっちゃいよね。プーさん一気に可愛くなる。プラス。よし、じゃあこれあだ名決まったから、それでちょっと挨拶考えたくない。そうだね。じゃあ俺からいっていい。お、せーの。どうも、若槻 TV です。B山です。ゲスです。プーさんです。はい。あげるぞ偏差値、見せるなハレンチ。B山です。ゲスです。やるぞ参考書、見せるぞ俺らのショー。若槻 TV です。キンコンカンコンキリツレイ、若槻 TV です。これどうですか。そうだ。なんかちょっと足りないね。キンコンカンコンってこれ木金叩いてる感じしようか。キンコンカンコン。キンコンカンコン。セットしてあげたいの。起立レイで解き放ちたいの。せーの。キンコンカンコン起立レイ。若槻 TV です。うわあ。これがダサい。ダメだ。ダメだしかしないさっきから。ここだけ直した。さっきからわがまま。ダサい。わがまま放題だよこの人。じゃあ今日はそんな感じで。バイ。